人に作らせといてさ、自分は温泉でぬくぬくと。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。んで、今回はね、あの姉子、戦いのマークが出てたから多分戦いをしていくのだろう。うわ、ドアップ。アユナ、用心した方が良さそうだ。魔物の軍団が攻め入ってくるみたいだよ。何これ、内緒話をしおる感じかな。魔物の奴ら、私がアジトに帰ってあいつらを倒すための研究を始めたもんだから、自分たちを脅かす兵器を作るかもって焦ってやがるみたいだ。まあ私たちには氷の弾丸もあるし、もしフレームが攻めてきても大丈夫さ。そうそう、なんかね、フレームが結構現れたりとかするし、一応フレームをやっつけれる武器も作れるようになったっていうことで、今回結構多めに持ってるよ。さあアイナ、魔物たちをぶっ倒す準備はいいかい？ほい、オッケー。最近は慣れない研究ばっかりでイライラが溜まっててね。ちょうどいい気分転換だ。私も一暴れさせてもらうよ。姉子強そうね。ほい、竜王軍バトル、すべてのモンスターを倒せ。これね、ちゃんと氷の弾丸持っとるけんね。どっち？こっち？こっちじゃねえな。こっちか。大砲あるしね、こっち。さあ、来い。さあ、来い。ここで撃ちまくってやんよう。ああ、何？なんか破壊されたよ。何事？ちょ、あれかな？普通にさ、よいしょ、ほっ、普通にもう向かっていって切った方が早いんじゃねっていうね。逃げんなよ、イエイ。はっはっはっは、こう溜めて切る。ちょっと避けたね。うい、ちょっと待って、とりあえず今フレームいないから傷薬の方に。ちょ、後ずさりしすぎでしょ君ら。どんだけ逃げるの。あ、でもあいつ結構ダメージ受けてんな。へい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 、それ以上後ろないよ。はい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 、ゲット。おー、ん、なんかゲットした、イエーイ。うお、さあみんな、こいつをやっつけるんだ。みんな来てくれたから集中攻撃されないし、ため切りため切り。おーし、魔物の軍団を倒した、イエーイ。いつの間にやら鎧の騎士たちをやっつけてくれ。あ、みんなちょっとやられてるんですけど、みんなやられてるんですけど、ちょい待ってね。フレームじゃん、フレームじゃん。ちょっと待って、みんなの攻撃当たらないでしょ、私が氷の弾丸で撃たねば。はっ、ほらほらほら、みんなダメだよ、そいつらやっつけれないよ、君たちじゃ。ほらほらほら、当たってる、当たってます、よいしょ。なんか隊長も現れたけどさ、お、でもいい感じでやっつけてんじゃん。イエーイ。ちょっとみんな体調の方を集中してくれないかな。お、これフレーム全部いったよね。え、ちょ、姉子やられてるし。え、もうあの子しかいないんじゃないの？ねえ、ぽいよね。よし、頑張って攻撃当てよ。なになになに？え、後ろ向きに撃てるの？どこに目ついてんのよ。ちょ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 。なにそれ、超油断するんだけど。お、やった、全員行ったんじゃないこれ。イエーイ、すべてのモンスターを倒した。みんな強い。倒れてるけど。バトルコンプリート。命の木の実を手に入れた。この子だけ耐えてくれたね。みんなフレームにやられたのか？ほい、ってことで、今度はこいつか。誰？ベイパーだ。パッと見だけじゃ全然判断できん。うん、さすがはアユナ。見事に魔物たちを撃退してくれたな。しかし、魔物たちが攻めてくるたびに、建物が壊される危険があっては困るのではないか？まあね。そこでアイナ、わしは考えてみたのだ。でも今回はあれやね、何々が、破壊されたみたいな。壊されてしまったか。そういうのなかったよね。魔物たちを自動的にアジトの外へ追い払える仕掛けような。何それ。わしの設計図通りの装置を作れば、アジトの防御力が劇的に高まるはずだ。おお、なんか。そうだな、設置場所はちょうどこの辺りがいいだろう。そこ、私大砲置いてますけど。のけろということだね。あゆな、わしが書いた設計図通りに、ピストンバリアを作り、アジトに設置してくれ。あ、ここで、ピストンが役に立つんだね。なに？依頼の内容が脳みそ筋肉のベイパーらしくないだと？
脳みそ筋肉言い過ぎだろ。ガッハッハッハ、はっきり言いよって。しかし確かにお主の言う通りだな。とにかくだ、この設計図通りのピストンバリアの建設を頼むぞ。ピストンバリアを手に入れた。お、設計図ゲット。あ、ごめんね、間違えたよ。部屋レシピ。部屋レシピ？設計図か。で、ピストンバリア。赤い床石とピストン。ピストン9、床用スイッチ9。赤い床石。あ、あれ、そういうことか。あのさ、私があの大砲を置いてる場所？もともとこれやったやん。秘密兵器の設置場所。こっちのピストンバリアのことやったってことかな。秘密兵器の設置場所で、なんかちょっと、あ、これぐらいのスペースが空いとったんよ。なんか穴みたいなの空いとってさ。それを私はわざわざ埋め立ててこれを作ってしまったんだけど。いやー、ダメだったということだね。とりあえずちょっと、大砲をのけてしまおう。大砲をのけて、で、ここになんか、まあ、それを、ピストンバリアとやらを置ける場所を作らねばならんわけでしょ？ということなので、どれぐらいの大きさだった？これぐらいの大きさだった？ピストンバリア。ね、2列の、まあ、ここが真ん中ぐらいかな。なるほど、あっこまで崩せば、よろしいわけだね。崩せてないよ。ここぐらいまでってこと？ほい。いっぱい、ブロックが。ここも、壊しとけばいいのかな。上じゃねえ、下だ。この床用スイッチも、とりあえず取り払っといて、ん？で、床用スイッチもいるんだよね。ということなので、よいしょ。なんか余計な部分まで崩している気がするけども。で、この辺は、普通にこういう感じで埋めておいて、ん？で、スイッチってことは踏まれないとダメなんだよね。ってことだから、じゃあもうちょっと、下げて掘った方がいいということか。ん？お湯出てきたけど。まあ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 。お湯が出てきても装置は発動するだろう。しかもなんか、赤石の床を置くみたいだから、どっちにしろ一段上がるんだよね。だったらまあこれぐらい掘り下げても大丈夫か。よし、これで、赤い床石、とりあえずなんか一個だけあるけど、これで、ちょい待ってね。よいしょ。ほ。上がって、こっから向こうまで飛べるっけ？よっ。ん、飛べなかった。飛べなかった。あ、そっかそっかそっか。ちょっと待ってね。これで、設計図を、あ、貼りたいんだけど、とりあえずちょっと赤い、よいしょ。どっちにしろ使うんでしょ、これ。で、ピストンバリアの設計図をこの穴にちょうど。これで、ん？あ、下か。え、できなくないっすか？あ、これがあるからダメってこと？ってことは、こっちに、この辺？この辺にボンって置いて、こっから登って、よいしょ。こうせんとあかんってことかな。で、ピストンバリアの設計図を下に。え、やっぱり置けないな。もう一列いるってこともしや。ということかもしれないから、ちょっとまた壊していこうか。ん？同じだよね。高さ。オッケー。こういう感じで、まあ、もう一列ほっといて、上が崩れてない。へいへいへい。崩してくぜい。自分がわざわざ埋め立ててしまった場所をね、今一生懸命と壊してるけど、なんか余計な部分壊れたよね、今確実に。ほら、なんか下穴開いてない？開いてるよ。よいしょ。んでもって、ちょっと暗くなってきたから、あ、ここも穴開いてるな。暗くなってきたから、ちょい、一旦ちょい寝よ。うぃ、通れねえ。よいしょ。通れた。んで、みんなもうね、
ベッドを確保されてしまってるから私はここで一人寂しく寝ると。悲しい。はい、おはよう。さあ、すがすがしい朝。ということで私は早速作業に行く。これで大丈夫でしょう。これでもうファサッと行けるでしょう。え？はい、しけたー。しけて、ん？てかここ別に、え、なに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 ？ああ、大丈夫なのか。ここ別にやっぱり、のっけなくてよかったんじゃない？ねえ。ほ、よし、これで、あ、ここもか。なんか拠点を狙うモンスターが来たらしいけど、大丈夫？ほんで、あ、そうそう。何を？赤い床石。赤い床石が、あっこの下の部分にいるのか。9。床石は多分持ち物の中にあるね。オッケー。取り出す。取り出して、あと、ピストンが9だっけ？ピストン。ピストンはなかったんかな？ピストンは、なさげだね。んで、壁用じゃなくて床用スイッチが9。ん？ 8 あるって書いてるね。あと5個どこに？作ってくれてるってことかな？もしかして。ちょ、向こう。道具箱の中見に行こっか。あ、ボタン間違えた。どの辺？この辺？よいしょ。赤い床石あるでしょ？で、ここじゃないのか。あっちか。ん？ピキーンって言ったけど。大丈夫。よいしょ。作るで、床用スイッチ。そう、8あるんだよね。でも9いるから、とりあえず1回分はまあ作らんといかんのか。OK。んで、ピストン、バネがいる。ピストンも9でしょ？はい、バネを作って、からのピストンね。姉子は床で一体何をしてるんだろうか。んで、今度はバネとマグマ電池が足りない。両方作らなあかん。ピストンバリアを作れって言えるね、温泉で。人に作らせといてさ、自分は温泉でぬくぬくと。何をやってるんだ。姉子の作業でも。てか姉子さ、一人で作業したいって言ったはずやのにさ。めっちゃ普通に他の荒くれおるけど。あ、これや床用スイッチ。あ、すごいすごい、壁用も作ってくれとるやん。ほら、いろいろ。線路ってどこで使えるんやろうね。これとりあえずあと1個でいいんやろ。ん？ 1個？ 1 個じゃないのか。あと2個いるんか。あと2個。よし、これで。これで作れるはず。これで戦いがどういう風になっていくんやろうね。まず赤い床石。これ一段やったよね。どの辺？この辺か。よいしょ。これで、下に向いて、ポンポンポンポーンと置いていくでしょ？んで、この上にピストンを置く。ピストン、どこ？ん？ない。道具箱の中に入ったか。持ち物。え、どこにあるの？なくない？え、私持っとる？持ってないよね。うん、ないぞ。道具箱。どれさ。あ、これか、これだ、これ。ブロックに紛れとってちょっとよくわからんわ。あ、持ち物がいっぱい。ちょっと待って、入れ替えるね。んじゃあ、とりあえず、大砲と入れ替えてしまえ。んで、これを、方向とかやっぱあるんかな？こっち向き？で、ピストン、これね。これを、下向きで、こういう風に置いていったら、方向あったんかどうかちょっと、怪しいけども。で、その下に、床用、スイッチ。これを、こう、ん？まあ、普通にこっちで。こう、ウェイ！はぁ、作動した。作動したのはいいんだけども、置いていけます？これ。
もう、あ、こういう風に、なるほどね、ここ置けないんですけど、そこにはどういたらいいかな。ちょっと一旦これ壊させてもらって、よいしょ。で、ここでこれをドンと、おお、完成した。設計図ピストンバリアが完成した。イエーイ。ほんでちょっとバリケードバリケード一箇所だけなくなった。どこ入った？これか。これを、あー、そっか。ちょっと待ってね、入れ替え。入れ替えでピストンと入れ替えればいいか。ほんで、バリケードをここにトン。オッケー。なんで君弾き出されないの？え、私だけ？なぜ？あ、え、あ、なんで？あ、なるほどね。押されてる間は大丈夫ということか。なるほど、なるほど。ほんでちょい、君。ベイパー。あゆなよ。ピストンバリアを設置してくれたのだな。床用スイッチを踏むことでピストンが作動し、魔物が押し出されるというこの仕組み。わしの筋肉的なひらめきが生んだ素晴らしい仕組みだろう。ダッハ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 。なんか自分らも帰ってくるの難しくなってそうやけど。実はわしはな、ずっと筋肉係。いや、気がかりだったのだ。筋肉係ってなんだ。姉子にばかり頭を絞らせて、我々は筋トレばかりしていて良いものかと。まあでも、頭脳的な立場の人間と、体力的というか力的な立場の人間、別に分かれてていいんじゃない？そこでこのアジトを守るべく、ない知恵を絞って仕組みを考えたというわけだ。いやでもそれにしては画期的よね。ほんと魔物近づいてこれんし。さあ、これで魔物を押し出し、アジトの外で戦えるチャンスが増えるはずだぞ。せっかく作った建物を壊さぬように、魔物とはできるだけアジトの外で戦うがよい。よね、これで結構、ね、アジトを壊されなくなるんじゃないの？クエストコンプリート、キメラの翼3個。へい、ということで、今回はこの辺りで終わっておこうかなと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。これ、人もさ、ちゃんと入りやすいようにした方がいいんかな。でもそしたら魔物も入りやすくなってしまうんか。